じゃあその評価ですねに入っていく中でですけれども、まずやっぱり最初に重要なのは、やはり問診です。で、僕自身は問診で7割から8割は終わりだという形で思っています。まず問診の進め方の、まあ、例ですねっていうのをご紹介していきたいと思いますけども、まあ腰が痛い。 ってあった時に、じゃあその時に対して問診をする。で、これはやはりこうルーチンな問診ではなくて、やっぱその人に合わせてやんなきゃいけないんですけど、よくまあこういうふうな形で、いつから痛いですかっていう形で聞いたりします。ここのいつ、いつから痛いですかの背景には、何かあったら、これ、 急性期なのか満性期なのかっていう状況をやっぱりここで把握したいわけですよね。ですから、決まりきっていつから痛いですかではなくて、急性期なのか満性期なのかをやっぱりしっかりとここでイメージをして、いつから痛いですかそれに対して10日ほど前から痛いですって言われた瞬間に、あ、これは炎症性のものではなさそうというような、 仮説が出てくるわけですね。じゃあ、それ次に対して、どこがおかしくなってるのかなっていう仮説に対して、どこら辺が痛いですかっていうような形を聞いた。で、そしたら答えとしたら、腰骨の左側が痛い、うん。この痛みは神経なのかな筋なのかなもしくはその他なのかなっていう形でイメージして、他に痛いとかないですか はい、腰だけですってなったら、あ、そうすると神経は除外して良さそうという形で、常々こう頭の中でこうフローチャートをですね、こう回しながらやっていく。じゃあ神経はない中で今度は、じゃあ細かく見ていくと、筋なの筋膜なの人体なの関節なのっていうイメージを持ったら、どんな時に痛いですかといった質問をするわけですね。で、持ち上げするときに痛い。と一番痛いです。最近は長時間立ってるだけでも痛くなります。 で今回初めてですかってたまにこんなことありますあ結構習慣性であるんだなとたまにあるのは日常的なものかなってどういうことでやってるのかなって感じしたら職業なんですかって言ったら p t ですみたいな形でお前自分でやるよとか思いますけどねこうなってくると。はいはい、で朝痛いですか常要するに常にこの問診というのは決まりきった内容を聞いていって問題点を探すのではなくまず考え 仮説があって仮説に対して質問をしていってこうどん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 深く沈めていく形ですね。そうすることによってある程度の病態っていうのは推察が可能になってくる。で、そのある程度ができてここ今度細かく見ていくときに初めてその細かく評価という形で対応していくわけですね。いきなり体を評価して問題点を見つけるんではなく仮説の中をずっと質問の中で絞っていった中で進めていくというのがやはり問診は非常に重要になってくる。はい そうすると、この考え方っていうのはですね、還元論と全体論という考え方の中の還元論という考え方になっていきます。で、個々に分けていく。ですね。ですから、個々に分けていくことで理解をしていく。ただら、腰痛があります。で、この腰痛は筋肉の痛みなのもしくは筋肉以外なの じゃあ筋肉であれば何筋の問題なのもしくは筋肉以外であれば関節法なのもしくは人体なのみたいな形でどん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 細かくこうやって問題点を見つけていくわけですね。要するに責任追求をしていくことです。どこに責任があるのか。で、このどこが悪いのか、どこが、ね、どう、何が悪いのかってことは犯人がわかるので、そこの痛みに対する犯人がわかりますから、犯人がわかれば犯人を取り除けばいい。 ですね、これがやっぱり今の考え方なんです。こういうような形で犯人をしっかりと見つけ出していくことによって実際に犯人に対処ができる。そうすることによってこの腰痛ですね、力学的な視点の部分でご紹介させていただきましたけどその痛みとしてはレッドフラグからグリーンライトがあってでこのグリーンライトの中でもこちら側のように要因があるですね、腰痛。 で、要因のない腰痛という中で、もともとはこの要因があるというのは10%、15%と言われたものが、今は実際に要因が分かってきたわけですね。だから、犯人探しがすごくできるようになってきたんです。だから、慢性的な痛みっていうのは、イエローフラグがほとんどだって言われてましたけど、今は逆に言えばほとんどが原因がある腰痛になってきていると。だから、そのしっかりとした原因を対処するということが、まず大事なことですね。はい じゃあ、ここでこの問診を進めていって、その原因を探すっていうことをやっていくんですが、その前にもう一つ大事なことがあるんです。で、そこはですね、ここにあるレッドフラグ。で、体幹にある障害、死肢に比べて体幹の障害っていうのは、そのレッドフラグの可能性がやっぱり高くなるんですね。うん で、このレッドフラグの中でその腰痛を起こすレッドフラグの可能性があるものとして、もうガイドラインから一部抜粋させていただきましたけど、その神経性の問題ですね。その腫瘍であるとか。 ですね。あとはこのあ結構あるのが内臓器の、臓器の問題ですね。急性膵炎だとか、膵癌とかっていうような形。あとは女性なんかになってくると、婦人科系の問題とかですね。そういうのでもやっぱり腰痛は出てきます。で、やはり一番こう、ドクターが注意してるのはここなんですね。乖り性の大動きルール。こういうところにはやっぱり、 これが原因で腰痛が起こっていれば、腰が悪いからじゃないですね。これが原因になっていくし、これは命に関わる問題ですので、ここをしっかりと頭の中に置いておかないといけないんです。で、どうしても慢性的な痛みっていうのは、 うん、なんか複雑だし、なんかよくわからないようなことだし、みたいな形であ、慢性的な問題だろうという形で片付けてしまいがちなんですね。ただ実際にはこういうものもいるんだよっていうことを頭の片隅に絶対置いておかないと、もう慢性的な痛みだろうと思った瞬間にはもうこれには絶対気づけないわけです。じゃあこれをどういうふうにして気づくかと言われた時に、一つガイドラインの中にあるのがですね、 レッドフラグっていうのは、その、ここのね、特異的病院に必ずしも関連してないが、詳細な検査を必要する重篤な基礎疾患の存在する確率が高いことを示すと。で、一応ガイドラインの中でこういう12項目ですね。これらに対して、えー、頭ん中、これがある場合には気をつけてくださいっていう形で言われてます。まあ、もう20歳以下、55歳以上とか。 ね、安静にしてても痛いとかっていう形もありますけど、まあこのあたりのそれ以外にステロイドを使ってませんかとかそういうのうな用力がないかとかっていうのは、まあ問診の中で拾っていくわけですよね。じゃあ、これにじゃあ該当するかしないかだけで、レッドフラグかレッドフラグじゃないかっていうことを考えていいかとやっぱ違います、それは。れはあくまでもガイドラインの一部であって。で、これは大変申し訳ない言い方になるんですけど、このレッドフラグをどうやったら見極めれるかっていうと、なんか違うっていうところなんですよ。 その微妙に自分の中でも説明ができない。これ説明できないから慢性的なものに片付けるんじゃなくて、説明ができないっておかしくないかっていうことですね。そこにしっかりとこうアンテナを少しこう広げといてあげるといや、通常こういう感じだと思うんだけど、なんかこれ変だよねっていうような、その微妙なところですね。そこをしっかりと。 微妙なものがあるかもしれないと思いながらやっていただきたですこれはないと思った瞬間人間は絶対に気づかないですのでここは必ず注意をしなければならないところですねまた中脳にて師匠の内側か感両肩甲体骨盤の可動性理解が良好ね理解は良好